ジェームズ・マディソンは、イングランド・コベントリー出身のサッカー選手。イングランド代表、レスターシティ FC 所属。ポジションは MF。地元クラブである、コベントリーシティ FC の下部組織で育成され、2014年8月の、フットボールリーグカップ、カーディフシティ FC 戦で、トップチームデビュー。2016年2月1日、ノリジシティ FC と3年半契約を結んだ。 なおシーズン終了までレンタルの形でコベントリーに残留した。2016年8月31日、アバディーン FC へのレンタル遺跡が発表された。レンタル復帰後の2017から18シーズンはチームの中心として活躍、得点ランク9位体の14ゴールを挙げた。シーズン終了後にはチャンピオンシップの年間ベスト11にも選出された。 2018年6月20日、推定移籍金2000万ポンドで、レスターシティ FC が獲得5年契約を結んだ。加入後すぐに主力に定着し、プレミア初挑戦ながら2018から19、シーズンは7ゴール7アシストを記録した。19から20シーズンも引き続きチームの10番として活躍し、9月21日の 第6節とってナム戦では終盤に決勝点となる、値千金のミドルシュートを叩き込み、2から1の勝利に貢献した。このシーズン、レスターは順調に勝ち点を積み続け、最終節のマンチェスターユナイテッド戦に敗れて、UEFA チャンピオンズリーグ出場権こそ逃した、もののいでシーズンを終えて、ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献した。2019年6月、 イングランド代表の一員として、イタリアで開催された UEFAU-21 欧州選手権2019に参加。グループステージの U-21 クロアチア代表戦で先制点となるゴールを決めた。2019年11月14日、ウェンブリーで開催された UEFAU ロ2020予選のモンテネグロ代表戦で、 アレックス・オックス・レードイコール・チェンバレンとの交代で途中出場しフル代表デビュー。個人、ありがとうございます。